時は戦国、甲賀衆たちは200もの小さな山城を構えていた。彼らは日々山城で城攻めの調練を行った。各地の大名をこぞって甲賀衆たちを雇い、敵将の用地に使わせたという。時は下り豊臣の時代、秀吉は中央集権による天下統一を目指し、甲賀衆の武士身分と領地を召し上げる。秀吉による甲賀軍統治の証、それが中村和氏が建てた水口岡山城なのである。1600年関ヶ原の戦いが起こると、当時の水口岡山城の城主夏賀正家が西軍につく。西軍が敗退し、夏賀正家は水口岡山城に逃げ込んだ。これを攻めるのは徳川方の甲賀の武将山岡景友。山岡は奇襲が得意であった甲賀衆たちを集め、水口岡山城に用地を仕掛ける。今甲賀の水口岡山城にて武将対忍者の因縁の戦いが幕を開ける。忍び落ち。